やらなあかんの？やってなかった。すげえ。待って、なんやって。スタカメできるんかな？できるやろ。けどコメント読めへん。確かに。開花宣言。ちょっとジオの言うつとこ。なんか、ちかしげさんに言ってさ、携帯借りたら？どうもやっほー。今日は南波笑顔開花宣言公演です。来てくれますか？今日ナーメイクのアイシャドウの色変えたんですよ。なんかいつもとなんか雰囲気違う。ブラウンにした。イエベ秋なんでちゃんと取り入れた。イエベ秋風です。外カメしかできない。なんかあの携帯内カメのこのカメラの部分が割れてるっぽくて、秋らしくなってきて。そう、秋になったしイエベ秋出してこうと思ってハーフアップ、ハーフアップ久々にした。ヘアスタイルは、そう、ハーフアップ、なんか、なんやっけ。あとは、なんて言われた？ない。ないって言われたの？あるんだけど、うん、携帯自体あるんだけど、充電がなくて、うん。そういうこと？やっほー、コメントの人、いつか来てくれるんですか？でも、変わるんだ、携帯。いつ変わんの？いつ届くの？もうすぐ。いいやん。何色？シルバー。あ、いいな。なんかさ、最近さ、あのよくさ、あの出てくる青みたいな、ちょっと 青色っぽい、水色っぽいさ、ブルーのやつ、わかる？ほぼ白なんやけど。どれどれどれ。あー、なんか黄色、ピンク、ブルーみたいなの、めっちゃ薄いブルーみたいな。薄かったな、あれ。確かそう、あれめっちゃ可愛いと思って。じゃあ黒にしてんの？あー、じゃあ色違うんか。そう、色がなかった。シルバーって何なの？シルバーとなんか黒とグレー。そうなんや、全然違うな。なんかめっちゃシンプルじゃない、その1個、うん、でかいやつ基本頑張ります。春雨、やるさめです。ジオなんかこういう記憶食べてる気する。マジ？なんかお湯入れるやつ確かにここのお湯一番使ってるかも。 B2 でインスタント系。確かに。なんかさ、あのお弁当さ、あのうどんとかやったらいいねんけどさ、四角いさ、こういう弁当みたいなのあるやん、今日みたいな、うんうん、すごいちょっと重くて食べられへん。私もでも全然お弁当食べてないわ最近。なん、お弁当作ってもらうのいいな。そう、お母さんにお弁当作ってもらう。かわいい。本物だった。ん、なんかお花すごない、ね、いつもと違うタイプのお花やもん、なんか珍しいの。後で公開します。うん、楽しみにしてて。春雨です。ワンタン美味しい。体に悪いよ。だって、え、なんで春雨はいいやろ。インスタントってしてたのなんちゃう。え、待ってよ、いや春雨は良くない？あのダイエットとかではさ、よく春雨とかさ出てくるやん。ダイエットしてんのしちゃう。実はしてるんですよ。そうゲスト出たいです。呼んでくれへん、美咲が。呼んでるって。悲しい。呼んでるけどなんか違う人が呼ばれてる誰を呼んでたん？え、ジオンを呼びたいですって言って。うん、7期はジオンとアンジュ呼びたいって言って。好きやん、ジオンのこと。呼んでって言われました、この人に最初に8期はほのちゃんとか呼びたい。うん、ほのちゃんとか呼びたい。おはようございます。おはようございます。じゃあまだ、そう、まだ、あ、スマホな。内カメ壊れるってどういうこと？何して壊れたんやっけ？落とした。
落としてやばいな。カメラ壊れるのめっちゃ最悪じゃない。自撮りできひんのじゃん。そうしてない。だからえたどり、うん、上コンサートがずっと、すいません撮ってくれ。確かに大変やな。そう本当は発売日に買ったけど、うんうんうん、あの 配送の戦争に大負けして、うんうんうん、届くの10月でしかない。うわ10月遅いな。今日のジャンレディのゲストは、今日のジャンレディのゲストはワカニャンとアンジュです。だそうです。一発目一発目。おお今日そうなんや。ぜひ見てください。うわ聞かないとな。けど公演とかぶってるもんな。そうめっちゃバリバリかぶってる。じゃ あのリピート放送で聞きます。お願いします。ぜひぜひ。ちゃんと告知もしてる。楽しみやな。どんなんするんやろ。じゃあもう知らんから。1分間の最初だったら意外と何喋ったらいいかわからんくてびっくりした。ちゃんと3ヶ月やりきったから、まあ、楽しい。人一緒でも意外と1分ってあっという間。うんうんうん思ったそれは、うん、気づいたらちゃんとなんか全部書いてって、うん、それを言ってるけど意外と1分すぐ分かる。だから結構早口っていうかその分少なくするとかしないとね。あれやったけどジョンなんか最初の方がうまいってなんかファンの人に言われた。だんだん悪くなっていったって言われて最悪そう いや、 やっぱそうやんなって思いながら。じゃあもう途中とか途中までぐらいが結構良かったんやって。ネタがなくなっちゃった。いやネタはあったんやけどなんか持っていき方が難かった。うんお便りぜひ送ってください。お便りたくさん待ってます、うん。ジオンが出るってなった時も送ってください。はい、はい、もう100通送ってくる。お寿司何が好き？ジオンまあ寿司ローやったら、うんうん、あねリンゴ飴ジオンたちじゃないですか？私一応みんな言うやん。いちご飴がいいです。なんであれはリンゴ飴専門店なの？あうわあの某有名なところや絶対。全然知らん。本当ですか？ジオンたちにはないんですか？俺の差し入れ、差し入れというかパシリに使われただけやから。パシリそうなんですか？出かけるって言ったらリンゴ飴が食べたいって全員が手挙げ出したの。リンゴ飴食べたいです。どうぞ、いってらっしゃい。悲しい、ひどい。ジオンたちにはナナキは、え、俺の満面の笑顔があるでないか。めっちゃ滑った。びっくり滑った。どうしてくれんの。そうですよね。笑顔があるから。目が大事です。リンゴ飴食べたら。買ってくれるって。やったー。私が買う。ありがとう。ジオンは、ジオンもリンゴ飴けどよくウーバーするね。マジ？うん、美味しい。ウーバー全然しない。ウーバー2回ぐらいしかしたことない。え、でも2回したの。泊まってる時。そうそうそう、珍しい。そうちょっとしたくなっちゃったちょっとしてみようかなと思って、うん、してみた。何頼んだんその時は。何頼んだっけ。やばい、なんかチキンなんちゃらみたいな。ウーバー意外とお値段が張っちゃう。そうですね。梨飴とかあるの？すげえ。スパールさんも美味しいです。食べきりましたジオンの中の。半チョップ。私もリンゴ飴は食べてる。そっちでもリンゴ飴の話してて思う。リンゴ飴食べた。リンゴ飴。帰ってきた。リンゴ飴食べたいです。何回言うてマージャンしてる最近？マージャンはしてない。あのババ抜きはした。うん、じゃあな最近マージャンハマってる。めっちゃマージャン言われから、うん、昨日な夜やったんやって、うん、じゃ あのめっちゃ買って、うん、1万2000点ぐらいのやつを、うん、取ったのすごくない？ちょっとあんま分からへん。え、めっちゃ高いんやってこれ。結構すごくないですか？でリンゴ先生リンゴ先生死ぬ。へえー、高いんだ。マージャンマジ分からん。ババ抜きもしてる。最近めっちゃやってるんで。ババ抜きは
ほら、めっちゃすごいやって、ジオはなんか割とやってるイメージある。そう、めっちゃやってるよな、あのゲーム自体。そう、ちゃんとやってるねん。羽てんやって、羽まんやった。羽まんって何？わかんない、わからへんけど、なんか取れた。しかもな、その時めっちゃ最初から良かったんやって、そのデッキみたいな。そう、頭使うゲーム意外に得意。そう、意外にって何？え、でも私オセロボロ負け、あの時のスタバまだ分かってない。いや、勝った勝った、多分。ジオンがボロ負けした。多分勝ったで。私が、うん、多分勝った。そう、前にあげた、ね、ジオンとオセロしたんですよ。その時に勝った方がスタバおごってもらった、うん、またじゃあしよっか、オセロ。 そしたらジオンがびっくりするぐらいボロ負けして、いや今度は勝つから任せて。任せてくれ。だからちょっとね、スタバおごってもらう話だったんです。いや、おごったおごった、おごったおごった、うん、じゃあおごってあげるな今度。言って、言うわ。一番もうカスタムモリモリでやる。やば、ベンティベンティベンティやばい。将棋、あ、将棋ジオンいけるで。将棋わからん、無理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 。将棋ジオン1回だけあの YNN でなんかあって勝ちました。4人ぐらいのやつで。あれチェスはできる。あ、無理無理無理。何それ、チェス。あのチェスよ、将棋。キングとかクイーンとか、え、分かれて、あの立ってるやつは馬みたいな。あれハリーポッターに出てくるんだよ。あ、そうなんや。うん、興味なさそう。え、そうなんやって感じ。百日誌は覚えたことある？マジわからん。マジ、え、小学校の時とかさ、やらんかった？やった。やったの？やったんや。やったけど、あれでも読まれるから、その読んだ時に撮ってた。あ、だってさ、けど、あの上の句を読まれて下の句取らないといけないやんか、うん、下の句まで読み切って取るってこと？うん。みんな分かんなかったから。あ、なるほどね。カルタやん、そんなんやったらよく、めっちゃめっちゃ勝つで、余裕で。字はなんかできるよね。うん、なんかもできるよね。なんだっけ、何、なんか読むやつ忘れたな。ウィローリー。あ、そう、それ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 。ウィローリーな、ウィローリーはできる。ジオン意外と頭いい説。意外とじゃなくてもめちゃめちゃ頭いいから。そうだね。うん、そうやで。すごいよ。うん、そうやね。実はどこ言えるか、言える余裕です。そう、じゃあどこ言っとく？7とか言っとく。7、71が7、7214、7321、7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 、
クイチ64あちょっとあれちょっと違うな怪しい違う73です。あれえ、ちょっと待ってさ、 7×10 が70やろ、そこから7引いたら63や、分かった今の、そうだ分かった、63 もうあかんよ、63って言った言ってない、ずっと70代言ってた、8いってみるじゃん、8 81が8 8に16 83、24 84 32 88何本までいった、84までいった、もうちょっと待って、もう一回、81が8 82 16 83 24 84ん81が8 8216 8324 84 84 84
え、待って待って待って、違う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 、ま、ちょっと待って、これは怪しい、分からなくなって、一回カットで、もう一回いくで、81が8、82、16、83、24、84、32、853、8540、8540、86、86、86、40、48、87、56、88、64、89、72。ねえ、イエーイ、よかった。小学校2年生の問題です。完璧完璧かどうか怪しいな。イエーイ、らしいですね。余裕です、任せてくれ。100人一首に全振りした結果、100人一首、100人一首は余裕。あざとい系アイドル目指してる、目指してない、もうそうやから。まあもう元々あざとい完璧、88。確かに長いな。TikTok？ 一緒に撮ろう？いいこれ。ちょっと覚えれるかな。まだいのギャルならうちならし、キラキラネイルも鬼かわいい。おそらく君らじゃかなわない。かなわない。鏡。鏡。ポンポン。ポンポン。口紅。口紅。写真ピース。写真ピース。あ、もう全部忘れたもん。もうなこんなしか覚えてない。ガオガオみたいな。なんやった。まだいのギャルならうちだらしい、キラキラネイルも鬼かわいい、そう楽君ラジャーかなわない、ラテ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 テテテテテテテ。あ、結構いけた、多分いける、後で撮ろうか。やばい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 、ほんまに同級生の、同級生です、同級生です。どっちが上に見えますか？ピクニクピクニクです。それ撮ったから、ピクニクです、見たね。超笑ってたやつやろ。そう、めっちゃ笑った。あれ笑ったか、漫画を出るのがいい。もう余裕やから、完璧やから。マスター？うん。ひき肉マスター。はい。全部15分なんですよね。あ、マジ？うん。ミサキの方が大人っぽいやって。うん。なんで何十音やろ、絶対。やっぱクク言えるんで、私は。ほんま似合えるん？似合える似合える。今だって言ってないもん。だってずっと確認したもん、これ。そうだよ。じゃあ 6の段言って。6、8言った？ 6、8、18言ったわ。余裕でしょ。じゃあもうできるし、そんな。できる？うん。言ってみる？ 6、1が6、6、2、12、6、3、18、6、4、24、6、5、30、6、6、36、6、7、6、1、し、六七、四十九。うわ、うわ。あ、六八十八、六五十四。ええ、きのぶり。きのぶり。じゃあ。練習？頑張ろう、マジ。そうやんな。そう。頑張ろう。そうなんですよ、皆さん。で、六、どこまでいった？六五三十、六六三十六、六七、六七四十二。六は六は四十八六九六五十四、完璧やん。五の段が一番簡単な気がする。一、うん、の段が一番簡単。あ、確かに。五はもう五十十五二十二十。確かに。ロック。ジュジュジュの味。15分経ったので終わりたいと思います。バイバイ。ランキングを見ます。早く。マジ早く。内壁回復してほしい。確かに。
いきます。13位ゆうとありがとう、ありがとう。12位ますみちゃんありがとうございます。11位ななきさんありがとうございます。 Thank you。 10位あすかちゃんありがとうございます。 Thank you。9位あゆ太郎さんありがとうございます。 Thank you。 8位ルートさんありがとうございます。 Thank you。 7位野原しのすけのすけさんありがとうございます。 Thank you。 6位ふにぃさんありがとうございます。 Thank you。 5位かるちゃんありがとうございます。 Thank you。 4位ジョーさんありがとうございます。ん違うな、5位か。5位ジョーさん、あれ変わった今、うん、ほんまや、もう一回読みます。13位ますみちゃんありがとうございます。12位ななきさんありがとうございます。11位あゆ太郎さんありがとうございます。10位あすかちゃんありがとうございます。9位ルートさんありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。7位ふにぃさんありがとうございます。6位かるちゃんありがとうございます。5位ジョーさんありがとうございます。4位ルパンありがとうございます。3位マー君ありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。そして第1位はジュカ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 ジャン、ユウさんありがとうございます。ありがとう皆さん。このあと18時45分からは難波笑顔開花宣言公演なので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。おいらのラジオも聞いてね。ラジオ聞いてください。ジャンレディです。では皆さん、ペンライトとコール待ってます。ありがとうございました。バイ。